風に逆らう俺の気持ちを。なのかちゃくはすごくえなあみんな、なあみんな、俺はやっぱりヤンマがええな。ヤンマー田植え機一番苗。おめでとうよ。お世話になって今年もよろしくお願い、みんなで応援してね、一生懸命頑張っちゃうわ。サンゴ星とご夫婦たちはどこでどんなお正月をしてるのかしら。それで新年明けましておめでとうございます。戸部孫悟空並びに小島一慶、本年もどうぞよろしくお願いいたしますね。さて本年最初の出席から撮ってみたいと思います。たくさんいただいてますが、新宿高田馬場星野太一君見てるかな、それから長野県長野市は柳町中学校の丸山明君、岩手県水沢の梅原正弘君、新潟県長岡市中静和之君、明けましておめでとう。さて三蔵法師ご一行様、すなわちこれが三蔵法師ね、加藤ちゃんね、悟空ね、佐護城著白海、そして馬がいるんだけれども、さてそれぞれの初春風景は。いや、結構な長道ですな、栗が。まったく正月らしい景色ですな。しかしこの景色も形式的ですな。なんちゃってね、そうでかしょ。何を言ってるお前は、新年早々。いや、新年早々は軽い冗談だからして。ほら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 、みんなもな、初日の出に向かってお祈りをしよう。よっしゃよっしゃ。はい。初日の出様、今年も戸部孫悟空が面白くなりますように。もし必要とあらば、いかなることでも私たちは、例えば孫悟空の役を変更するとか。賛成。おい、とっつぁん、とっつぁん、おい、とっつぁん、待てよ。なんだ、とっつぁんとは何だ。とっつぁん、待てよ、ちょっと、いいから、お前もほら、ちゃんと祈りなさい。初日の出様って、おい、なんであれが初日の出なんだ。バカ、バカ、いろ、なんだ。だから孫悟空は私の役にしろって言ったんだよ。まず今年初めての日の出だから初日の出だよ、お前。ああ、なるほどね。じゃあ初日っていうのはどういうの。初めて出る荷物だから初日っていう。ああ、じゃあ初電車は初めて飛ぶ電車窓だから。ん、いや、こういう、なんでそうお前たちはその三流的な会話しかできんのかな。ですからね、こういう会話は番組中にのその潤いですな。何や潤いだ、バカ者。子供でも信用せんぞ、そんなことは。お前はどっか信用金庫行って勉強してこい。もう、うわ、お前は三人誰か、顔も言うこともみんな三人誰か。うるさいから。では、出発をする。出発といっても、馬がいませんね。あ、あのバカ、どこ行っちまったんだよ、馬。馬、馬。おい、こら、なんだお前そのなりは。嬉しくて。ね、今年は馬年だから一丁らの洋服を着たの。何を言ってるこのバカ馬。しかしさ、正月なんだから俺も晴れ着なんか着てみてえな。どうしたかと。花巻にご注目ください。来たね、腹巻き。いやですね、これは三宅一生の腹巻きですよ。
私の言っちょら。バカが。注目、私のお皿も言っちょら。このパンツも言っちょらだよ。俺も言っちょらにとっかでこよう。あれ、お前なんだ、よそ行きの花持ってんのか。この日のためにオーダーしたんです。おー、なるほどに、デザイナーは誰？森花へ。なんちゃってんの。孫悟空代わり。そうか、ならばわしもよそ行きの袈裟を着てこようかな。あれ、お師匠様よそ行きの袈裟なんか持ってるんですか？口ばっかりに決まってんでしょ。こなちゃんとよそ行きの袈裟ぐらい持ってます。安物でしょ。観音様に袈裟もらったんですよ。うん、小汚ねえ袈裟なんだから。どうせバカなことを言いなさい。ちゃんとダイヤモンドがまんべんなく血ばまりてるぞ。何？血ばまりてるぞ。嘘ばっかり、口ばっかり。悔しい。よし、じゃあもう着てみせてやる。よし、ほら服だけ拭いといてな、後で恥かくなよ。いや、あのね、あの人もその見えっぱりなところがなければいい人間だけどね、その立場が立場にね、これ困ってるんだよ。みんなで笑っちゃおうか。初笑い。わ、本当だ、ダイヤの袈裟だ。見た見た見たで、あれはな、どないなことしても奪い取らなきゃいけまへんで。また二人で騙し取ろうかね。わいら二人は世界一の盗賊。アリババアリディディ、よろしくお願いします。あなたと私は悪い人、森の中でコソコソと万引き泥棒をやりました。いいこと思いついたぞ。何やそれ。反動にあの桁を脱がしてそれを取っちゃう。どないすんの。このリンゴを食べさせちゃう。どないなんの。このリンゴは一口食べると体がカーッと熱くなっちゃう。熱くなったかって桁割ったらへんで。バカーバカですね。やです、暑くなったら着物なんか着てられないでしょ。袈裟を脱ぐとこを取っちゃう。なるほどな。まあそんなわけ。リンゴちょうだい、リンゴちょうだい。あいにくリンゴは一軒しかありません。あたたお待ちください。じゃあこの綺麗な袈裟を着たお兄ちゃん、あなたにあげましょう。いやいやいや、これは万歳ですな。いや、これは片付けない。おばあちゃん、ありがとう。何なぁ。いやいやいや、だからこういう時にはだな、この日頃の行いがいいと得をするわけだ。欲しいなぁ。やんないな。食べたいなぁ。あげないな。いやぁ、さあさあさあ、それではリンゴを早速食べるとしようかね。食べるぞ。食わんかい、食わんかい。あ、そうだ、食べようと思ったけど、わしゃリンゴをかじると歯茎から血が出るんだわな。あ、おい加藤、仕方ない、これお前にあげるわ。おい、あんたれ、あんたれ。あれまた実なこれがな、日頃の行いですが、クリア、はい、いただきます。うまそう。おいしいんだ。あれ、なんだか体がポッカポッカほじってきたぞ。え、ん、
そのかしらにきんどもよ、あついなこれ、あついなこれ。はたかになりたくなっちゃった。どうぞおい。わーい。ありがとうございます、ありがとうございます。懐かしのちょっとだけよしょ、本日1回目のステージ張り切ってどうぞ。バカなことやってんだ。ニンニクニクニクニンニクニクニクニ、ちょっと待て、わしゃな、ちょっとここで何していくから先行ってなさい。おい、しょんべんだってよ、先行こうで。バカ言うなよお前よ。なんだよそのしょんべんしょんべんって。正月ぐらいきれいに行きたいと思ってた、わしは。ほら、山蔵はこの上だよ。早く掘れ。早く掘れってなんだ、最近わざい一人で掘ってまんねんで。もうちょっとなんだから、ほら。おっ、抜けた。あかん。もっとあっちや。あー、ドジドジやだね。早く掘んなさい。じゃがし。気持ちよかった。それではみんなに追いつきましょうかね。ああ、いつまでしょんべんしてんだよ。そんなに出してると体が皮だけになっちまうぞ。助けろ、至急助けなさい、至急助けなさい、助けてくれ。お黙り、お黙り。正月早々誘拐された三蔵を歌った誘拐の歌をお送りしたいと思います。せーの、愉快や、愉快や、こんなじゃれ二度と愉快や。うわあ今年もよろしく。プラさんよ、とうとうヤンマーのディーゼルコンバイン買ったよ。やったな、バンジー。俺のはノークラッチ。俺にとってハイパーシフト。俺のは選別がええの。俺にだって綺麗だよ、ほら。よまあまあ、お二人さん、どちらも同じじゃありませんか。北から南、みんなヤンマーのディーゼルコンバインです。そりゃそうだ、コンバイン。風に逆らう俺の気持ちを知っているのか、赤いトラクター。さあ出番だぜ。燃える男の赤いトラクター、それがお前だぜ。かわいいやつだぜ。ヤンマーディーゼルトラクター。新年早々三蔵さんがさらわれちゃった。こんなことは初めてだよねえ、初さらわれだ。包丁だ。どなたか三蔵包丁を知りませんか。迷子の迷子の三蔵やい。まったくどこ行っちゃったんだろうな。私は落ち着いて酒飲めたいんだからしてな。三蔵、早く姿を現さなきゃ許さんぞ。なんてね。あ、誰か来るぞ。あ、隠れろ隠れろ。今日の戦利品はな、三蔵法師のダイヤの袈裟や。今夜のご飯は三蔵鍋ですぞ。それにしてもあいつはぶっ飛ばしてやろう。まあまあまあ、まだ時間はあるから、していたね、抑えて抑えて、先の人だから。ですわ、開けあり。早く助け出さね。慌てなさんなんて損害なんだから。でもお前早くしないと三蔵鍋にして壊れちゃうんだぞ。おい、隠れろ。もう一つ、もう二つ、もう
この中に入ってごちそうさま助けたそうで。なんかおまじないがあったぞ。開け5万あぎまひんな。これ開け5万なんだったかな。開け犬猿キジか開けあり先がなくなっちゃった。開いたぞ。空っぽだよ。これどうすっかな。グリーン酒なんかどうでもいいから早く入れ。おうよし入るぞ。俺も突撃。あじゃあうるせい。ああやつのこと会えました。三度国府に佐の城加藤に八回馬。ああみんなが好きそれだけなの私。どうぞ助けさせて。いやー諸君ありがとう。ありがとうね。ダメだぞ。まったく反省してるよ。団体行動を取るときにはな、単独でうろうろしちゃ困るんだよ。はい先生の言うことを守ってだな。誰が先生だ。先生我々は誓います。そういうまたほらもうこの忙しいときにわけのわからんことを言うな。容赦様あのダイヤ入りの今朝は無事でしょうね。ああれね、あれはいいんだ。もったいないですよ。いやさっきはダイヤ入りと申し述べたかな。あれは単なるガラスのイミテーションだ。バカ、やっぱり嘘ついたじゃねえか。いや悪かった。見えっぱりめ中尾美恵の親戚か。うわー自分で言って。あいつら帰ってきたぞ。ほらほら言わないこっちゃない。見つかっちまったら鍋にされちゃうぞ。おいどうしたらいいんだこういう時。そこの壁に隠れろ。諸君の皆さん今日も労働ありがとう。さあ今日のごちそうは三蔵鍋です。三蔵はな鍋にするより叩きの方がええのと違うか。いや一気作りの叩きよりもね三蔵のムニエルなんかどうかしら。雑煮の方がええな。正月らしく三蔵になんてに。いや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 、それよりもケンタッキーフライド三蔵はどうでしょう。うまいね。しかしまあ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 何でもええわ。とにかく捕まえてな早くおうやないかいな。あらいてへん逃げよった。せっかく食べようと思ってたのに。ぐーってなんだいびきやな。おい八海いびきかくなバカ。はいよかくだって八海がいびきかいてんだから。何をぐだぐだ言ってんだよ。静かにしてくれんかに。いやカッパが余計なこと言うから。お前の声なんかでかいじゃないか。頭を引っ込めなきゃ見つかっちまうだろ。あんたまでぐだぐだ言うことないでしょうが。いやこいつがねえ。お前はこれはお前が先に見つかったからね。よしうまいわ。うれいよ。まいにもっともっとおだぐ。ああんなに食べれあっち向きゃ。やいアリンコよくももぐら叩きみたいにポカ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 人の頭叩いたな。よくも私を怖い目に遭わせてくれたな。もう勘弁ないぞ。今からわしらを代表して孫悟空がお前たちを懲らしめる。ほらほら来た。いつでも悟空なんだから正月ぐらい休ませろよ。うるさい。何が正月休みだ。ドリフターズを見ろ。正月といえども西劇公園で頑張ってる。一度言っとこう。うん。おおおお弱そう。みんなまとめて鍋に叩き込んだるぞ。叩き込めるもんなら叩き込んでみろい。ねえやおおお大量生産。首の一つや二つ切られたかってびくともせんぞ。おいじゃあ今度は私たちの番。わしらの術を見てみ。あらよ。
痛くも痒くもねえぞと思ったらたららら大間違いだ。それこそ死の早い放射能。放射能？放射能だって？バカ近づくな。放射能つったら怖いんだぞ。放射能これは怖いんだの。シャレを言ってる場合じゃない。今こそなんとかしようかの。ああみーまあ、恐ろしもんがこてついてきてしもったがな。あらあらあダメ、死ぬまで時間の問題。とどめですよ。ババに16問、ビューティーペアにビューティースペシャル、そしてこの悟空には如意棒があるぞ。いや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 、ありがとうありがとう。なんじゃそんなボクリ。あ、オッケー。おい、大きくなあれ、大きくなあれ、大きくなってアリさん連れて。今年度最初の白星だからとっても嬉しいわ。ニンニキ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 ニンニンニキ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 ニンニ
一番苗ヤンマーの一番苗は苗の活着がすごくええなあみんな、なあみんな、ほらやっぱりヤンマーがええな。ヤンマー田植え機一番苗、くださいよ。とうとうヤンマーのディーゼルコンバイン買ったよ。やったなバンジー。俺のはノークラッチ、俺にとってハイパーシフト、俺のは選別がええの。俺んだって綺麗だよ、ほらよ。まあまあお二人さん、どちらも同じじゃありませんか。北から南、みんなヤンマーのディーゼルコンバインです。そりゃそうだ、コンバイン。この番組は
ヤンマーの提供でお送りいたしました。